はい、どうも、向井の拓海です。今回もピザ窯の屋根作っていきたいと思います。で前回ですね、木に防腐剤ですね、塗っていい感じの色に仕上がったと思うんですけども、今日はカットしていきたいと思います。今回は90センチ角の角材ですね。で、2本2本で傾斜をつけてこういう感じですね。それが手前の170センチと190センチで、170センチの方を切っていきたいと思います。切れるぞ。いい感じ。うい。こんにちは。切り終わりました。で、用意するものこちら。何ですか。何でしょうね。何だっけこれ。ここに敷くんですけど、防湿パッドみたいな。基礎パッド、うん、直に置いて基礎パッキンですね。直に置いてしまうと木が腐ってしまう。この1枚かませることによって丈夫な柱になります。で、ここに羽板の羽があるので羽石かつけていきます。よし、用意するもの、インパクトドライバー&ゼリー。これは、何センチか忘れましたけど、開けていきます。で、なんか大工の森族に聞いたんですけど、ここで穴の通りやってしまうとちょっとずれちゃうらしいので、重みとかでね、ちょっと上に、気持ち上にで開けて、重みで重圧下がってきた時にぴったり止まるようにって感じですね。逆回転。はい、じゃあ開けていきます、うん、完璧。後ろも完璧。完璧。ちょっと割れちゃったの。完璧。はい、こんな感じで、あと4つ、3つか開けていきます。で、今穴開けた木にホームセンターで買ってきた125の大工の森族に聞いたんですけど、ここで穴の通りやってしまうとちょっとずれちゃうらしいので、重みとかでね、斜めのまま木が移動してたんですけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。これやばそうだな。ちょっと一回外すよ。ちょっと用意するもの、これネジと一緒についてるこれボルト、ナットこのボルトはこっちでしょ、ボルトとナットだね。ボルトとナットとわっしゃで、下にかませてるのが敷きパッド、基礎パッキン。ワッシャーで、あと、いい？あ、そっちね。うん、よいしょ。はい。こんなもん？ OK。OK。はい。ということで今差し替えます。4つ立てました。差し替えます。はい、じゃあ今からこのね、3いいので、今から釘の呼吸をやります。釘の呼吸いい、うん、釘の呼吸、あ、
ょっと待ってください。逆じゃない？いや、入ってってるよ。釘の呼吸。気持ちいい。釘の呼吸。はい、今ハプニングが発生しました。ハプニングが発生しました。割れちゃった。一回緩めて締め直し。どう？あー、辛い。そうっすね。このコンクリートしよっけ。 OK。 よっしゃ。今ですね、横に横木を敷いているところなんですけれども、水平を見てここですね、ここですね。で、ここに当て木していきます。Thank you.